材料と道具と廃材でぐちゃぐちゃ。皆さんこんにちは、瀬田カラーです。築51年の中古物件をセカンドハウスとして購入、週末夫婦2人で DIY フルリノベーションしているチャンネルです。いやー、しかしも8月と9月暑い日が続きましたよね。もうあまりにも暑すぎて、もうこっちでね作業するの少しね控えていたので、もう3週間ぶりに来ました。もうそうそう、コストコでねエアコン買ったんですよね。もう結局1回しか使わなかったな。また来年の夏お願いします。まあ、あと電気屋さんに分電盤を外してもらったんですよね。まあ、ここら辺の壁も作らないとですよね。まあ、久々すぎて、もう何から手をつけたらいいのか、とりあえず片付けと掃除からやっていきます。もうここにね来ない間は自宅のガレージでシステムキッチンを作っていました。まあ、ちょうどねキッチン側の配管と位置とかも決まってきたので、もうキッチンの場所を決めて給水と排水の立ち上げの位置を変更していこうと思います。キッチンの配管がとりあえず決まったから、はい、配管なんかほら食器、食洗機と配管がなんかね、なんかクリアできそうな感じなんで、うん、まあ、それちょっと出したんで、その動画はこちらから。ということで、もう動画は数日前に遡って、古材を使って一からシステムキッチンを作るの続きです。もう流しの下に食洗機が収まったところまでは良かったんですが、もう流しの排水トラップ、配管収まらないのではというねコメントをもらってね、ああもうそうだ、そのことね忘れてたと思って、もうちゃんとね流し台の下に排水トラップ、配管、給水、そして食洗機がしっかり収まるのかを確認していこうと思います。もう結構ねギリギリなのでかなりやばいです。もうまずは天板をアングルを使って固定をしていきます。流し台をセットしてみました。もうこの流し台は IKEA で買ったものです。もうテーブルよりも少し前にせり出している感じが気に入ってこれにしたんですよね。排水の位置は流しのど真ん中。もうこの流し台を買うときに、まあ、セットで排水トラップ、排水管セットを買いました。もうこれを買ったとき、もう何もね調べずに買ってあって、もう今回ね初めて開けます。もうね開けてびっくり。もうてっきりね日本式のやつだと思っていたんですけど、もうスウェーデン式なのか IKEA のオリジナルなのか、もうよくねわからないんですが、もう日本とは取り付けから仕組みまで全く違います。取り付け方、この後ねネットで調べまくりました。もうとりあえず流し台、蛇口、食洗機、そして排水管をつけてみたら、見てください、もうギリギリ収まってます。もう IKEA の排水トラップがもうかなりね自由度が高く、もう流しの真ん中に排水口があっても、もう L 字にね曲がってスペースを確保できるように作られているんです。いやー、もう危なかった。もう日本式のねこんなやつだったら絶対にアウト。さらにここで初めて食洗機の説明書を開きます。
もう説明書とか読むのめんどくさいタイプなんです。もうそしてここで初めて知ります。設置について、側面10センチ以上、上部70センチ以上。ダメじゃん。もうでも諦め悪いんです。もうとりあえず少しでも排水管と食洗機のスペースを作るため、幅木の位置を下げることにしました。底板の位置を下げる作業をしながら思ったんですよ。もう側面の10センチ以上はクリアしているんですけど、上部の70センチ以上は絶対に無理。もうだったら、もう使う時だけ前に出したらいいんじゃないかと。もう当初の予定とはだいぶね違いますけど、他にね置く場所はないし、まあ、3段引きのスライドレールがまだ余っているので、もうスライド式の台を作ることにしました。もう食洗機の後ろは少しスペースを作ります。まあ、食洗機用の排水と給水が後ろから取れるので、まあ、そのスペースを空けておきます。こんな感じになりました。まあ、ちょっと面倒なんですけど、もう使うときは前に出して、終わったら引っ込める。食洗機の重量がちょっとあるので、まあ、3段引きレールだけだと、まあ、たわんでしまうので、まあ、手前にキャスターをつけるなど、もう少し加工が必要なんですが、まあ、なんとかなりました。まあ、排水トラップもこんな感じで、まあ、少しスペースもできたし、なんとかなりそうです。排水管の位置を変更しようと思っていたんですけど、材料がなかった。もう仕方ないので次回ですね。そうそう、あの大きなキッチン、この家に入るの？というねコメントをいただいていたんですけど、もちろんね、もう余裕で入りますよ。計算上はこの窓からも入るし、もうノックダウンなので簡単にバラせるので問題ないです。この続きは次回。食洗機用の排水管も追加しようと思っています。まあ、コンセントも IH 用の 200V、 食洗機用の 100V も立ち上げます。もう床の合板は2枚張りにするので、開けてしまった穴は簡単な補修で済ませてしまいます。次は分電盤周りの壁を作っていきましょう。もうサニタリールームもここの壁を作らないと作業が進まないんですよね。まあ、お風呂のドアも絡んでいるし、もういろいろとね、まあ、作業が止まっている場所。もう作業を進めていたんですが、このね壁の芯材がないことに気づいて作業がまたストップ。もうここでも材料が足りないというね、もう久々に来るとこうなります。仕方がないので次の作業に入ります。もうこの部屋、ダイニングキッチンと、もう玄関を入ってすぐの洋室、今道具と材料とゴミで散乱している部屋、もうそこは土間にする予定なんですが、この部屋と土間の間仕切り、壁と引き戸を作っていきます。
もう柱を境に右側が壁で左側が引き戸になっていきます。もう引き戸も壁も大きなガラスをはめ込んで開放感がある間仕切りにしていこうと思っています。ということで間仕切りの下地ができたところで今回の作業は終わりたいと思います。お疲れ様でした。もう久々に来るとダメですね。もう段取りが悪すぎて作業の進みが悪いです。もう仕事がね忙しくなってしまったのでまたね間が空いてしまうのですが、次はもう少し段取りよく進めたいと思います。ホームセンターにも買い出しに行かないと。この壁と天井までの間に大きなガラスをはめ込みます。ガラスはガレージに1枚大きなガラスがあるのでそれを使う予定です。天井から少し垂れ壁を作ります。これは引き戸用のレールを取り付けるためですね。そして大きな引き戸を作ります。壁と同じバランスでガラスをはめ込む予定です。うまくいくといいな。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。次回もまた見てくださいね。バイバイ。